紹介試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえない時は手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう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 。 日本語能力試験、懲戒 N1 これから N1 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1ではまず質問を聞いてくださいそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番 女の人と男の人が話しています。男の人はこの後何をしますかおはよう。今日は忙しいのに朝早くから引っ越し手伝わせてごめんね。いや、こういうのはお互い様だしね。本当に助かる。それで、早速だけど何から始めようか。荷作り終わってるうん。持ってくものは全部段ボールに入れといた。トラックに段ボール運んでってくれる ベッドとか大きな家具はどうやって運ぶあそれは友達が欲しいって言ってるからそのままでいいよ。運ぶの終わったら休んでて。その間に簡単に部屋の掃除するから。了解。男の人はこの後何をしますか 2>, ?2 番。会社で女のの人人と男の人が プリンターについて話しています女の人はこれからまず何をしなければなりませんかあの故障していた例のプリンターの件ですがうん。修理をしてもらったんですがまだ調子が悪くてそうか困ったなぁやっぱりこれを機に買い替えるしかないかそうなるとまず新しい機械の見積もりがいるな。 明日から連休だから急いで業者に頼んどいてくれないはいわかりました届いたら課長の許可を取ってそれから注文することになるからわかりましたすぐに手配します女の人はこれからまず何をしなければなりませんか3番会社で 女の人と男の人が新しく発売する弁当について話しています。男の人はこの後、まず何をしますかあの、新しいお弁当の件だけど、ニーズ調査はどうなったあ、はい。で、対象者なんですが、最初の企画書では曖昧だというご指摘をいただきましたので、再度検討して、 健康志向の若い女性に対象を絞ることにしました。ああ、そう。それで先週、20代から30代の女性にニーズ調査を行ったんですが、狙い通りの結果が出ています。そう。じゃあ、次は社内会議に向けて、企画書の修正が必要ね。調査結果を反映させて、販売対象を明確に。わかりました。会議で企画が通ったら、試食会を行って、 対象者の生の声も聞いてみましょう男の人はこの後まず何をしますか4番男の学生が女の先生にゼミの発表テーマについて相談しています男の学生はどのテーマで発表しますか 来月ゼミの発表が回ってくるんですがテーマをどうしようか迷っているんです確か教育政策に興味があるんだったわねはいそれで教育政策と経済効果という新聞記事を見つけたのでそれを取り上げたいと思うんですがなかなか面白そうなテーマねでもまず教育政策自体について調べる必要があるわね 日本の教育政策について調べてそれからいくつかの国と比較したら例えばアメリカヨーロッパアジアから数カ国ピックアップしてうーん、国際比較ですかやってみたいですが難しそうですそうじゃあまず今の日本の問題点を調べて解決策についても検討してみましょうか 本当は過去の流れも踏まえてと言いたいところだけど今回は時間もないし分かりました頑張ります男のの学生はどのテーマで発表しますか5番会社で社員がボランティア活動について説明しています 新入社員はこれから何をしますか新入社員です。えー、今日のボランティア活動は地域の清掃活動です。新入社員には商店街の清掃を担当してもらいます。所属しているかとは関係なく動きますから注意してください。えー、それ以外の人はかごとに動きます。経理科と営業科は ここから駅までの道の清掃です。集まったゴミは総務課が回収して回ります。皆さん、清掃用具は駐車場に用意してありますから各自取りに行ってください。ただし、商店街については商店街の皆さんのご好意で清掃用具をご提供いただけますので持っていく必要はありません。 新入社員はこれから何をしますか ?6 番電話で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後すぐどうしますかはい、もしもし。お疲れ様です。リンです。あ、お疲れ様。あの桜電気との打ち合わせは無事終わったんですが、 どうした実は今まだ山川駅にいるんです電車が止まってましてそっか復旧に2時間はかかるとのことで予定より車に戻るのがだいぶ遅れそうなんですがそうか帰ってきたら一緒に次の取引先に行ってもらおうと思っていたんだがすみませんまあ駅で待ってるのもなんだなそういえば そっちの方の取引先を田中が回ってるはずだからああそうなんですか今日は予定を変えて田中と合流してくれ携帯の連絡先わかるなはいわかりますご迷惑をおかけします女の人はこの後すぐどうしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では始めます一番会社で男の人と女の人が話しています女の人はどうして試験を受けると言っていますかあれ、山田さん昼休みに勉強あ課長 来月英語の試験があるのでその準備をちょっとああそうなんだ頑張るねもしかして海外勤務とか考えてるの去年から海外支社が増えたからねああ将来的には海外勤務ができたらいいなとは思ってますが今はまだ何か資格があると人事評価にプラスになると聞いたので挑戦してみようと思ってなるほど高い語学力は武器になるからね ああそうだ山田さんうちに海外派遣制度があることは知ってるい,いえ会社に利益になると判断されると海外の大学院で勉強するための奨学金がもらえるんだよそうなんですかいやー英語が上手になったら国際部から欲しいって言われるかもしれないねい,いえそんなつもりはありませんから女の人は どうして試験を受けると言っていますか 2>, 2番会社で男の人と女の人が商品の企画について話しています男の人は何が問題だったと言っていますか男の人です今回うちの子が提案した企画 結局商品化されなないいことになったらしいよえー、何が悪かったんだろう予算に余裕がなかったじゃないやっぱりあれ痛かったよねうーんまあ予算は仕方ないよそうしかもメンバーが3人っていうのもあまりにも少なかったしまあ少なかったけどかえってやりやすかったよそれより2ヶ月で企画をまとめなきゃいけなかったのがきつかったなぁ せめてあと1ヶ月あればね確かにそれもそうだねあ,あそういえば課長はこれを機に市場調査の方法を見直すんだって僕はそういう問題じゃないと思うんだけどね男の人は何が問題だったと言っていますか3番男のの人人と女の人が 映画について話していますこの映画はどうして人気が出ましたかこれ昨日見た映画のプログラムあこの映画すごい人気なんだってそのうちテレビでも放送するかなうん絶対やるよこの映画無名の監督の作品でね有名な俳優も出てないから 配給会社も宣伝に力を入れてなかったんだ,ってだから最初に公開された時は全然話題にもならなかったらしいんだへえ<ー>でも映画見て感動した人たちがインターネットに感想をどんどん書き込んでねでそれを見た人たちが家族や友達に話したり噂が噂を呼んだってわけねで実際映画はどうだったの面白かったよ映画情報誌に載ってる批評はそれほどでもなかったけど 絶対見るべきだよこの映画はどうして人気が出ましたか4番支店長が社員に挨拶をしています支店長は何が一番嬉しいと言っていますか皆さん 1> 1年間お疲れ様でした今年も無事支店の販売目標を達成できましたまた月間販売実績を毎月更新し続け年間総売り上げも昨年を上回りました大変喜ばしい結果となりましたえー、ただ私としては支店の目標達成もさることながら皆さん全員が各自の目標を達成したことこれを 何より誇りに思っております。皆さんそれぞれが目標を達成したからこそこの成功があったのです。この調子で来年はさらに飛躍しましょう。支店長は何が一番嬉しいと言っていますか ?5 番。女の人が 男の人にインタビューしています男の人はスキーのコーチとして何が大切だと言っていますか山本さんは長年スキー選手として活躍されその後引退してコーチになられたわけですがコーチとしてどんなことが一番大切だと思っていらっしゃいますかそうですね 選手は勝ちたいという思いがあると、黙っていても技術を向上させようと頑張るものなんです。しかし、ここぞという時に弱気になったりすると、どんなに技術が高くても勝てないんですね。このことは、選手本人が何度も試合の経験をして気づいてもらうしかないんです。そうなんですか。ええ。スキー技術は直接伝えることができるし、選手も目に見えてうまくなる。 しかし精神的なことはそうはいかない選手は試合になるとどうしても弱気になりがちですそんな時には選手を励まし元気づけるそして自分の力を最大限に発揮させるこういうことができてこそコーチとして一人前だと思うんですそうですかなかなか大変なんですね 男の人はスキーのコーチとして何が大切だと言っていますか6番テレビのニュースでアナウンサーがある栽培方法について話していますこの栽培方法は最近どうして注目されていますか野菜を栽培するとき 屋内で人工的に環境を作って育てるという方法があります。外で栽培するのと違って天候に左右されず害虫の被害の心配もなく効率的に無農薬で野菜を栽培することが可能です。ただし、光熱費などがかさみ従来の野菜より高くなってしまうことが懸念されたためほとんどの農家は利用してきませんでした。しかし、 季節に関係なくまた天候にも影響されずいつでも野菜が収穫できるという点にここ数年多くの人の期待が集まっていますこのため徐々にこの方法に変える農家も出てきたということですこの栽培方法は最近どうして注目されていますか 7番電話で女の人と男の人が話しています男の人はどうして会議を延期しますかはいオフィス東京です桜庄司の山田ですいつもお世話になっておりますあ、山田さんこちらこそいつもお世話になっております先日会議のデータをお送りいただきありがとうございました お忙しい中無理を申しまして申し訳ありませんでしたいえいえとんでもないです何か不備などございませんでしたかはいおかげさまでありがとうございますあの明日おいでいただくことになっている会議の件ですが実は突然で大変恐縮ですが日程を変更させていただくことは可能でしょうか急なことで大変申し訳ありませんえ、何かはいそれが 課長の木村が海外出張で今日帰国予定だったんですが悪天候で飛行機が飛ばないという連絡が先ほど入りましてあそれは大変ですねはいそれで誠に申し訳ないんですが会議は来週の月曜日とさせていただければとまあそういう事情でしたらわかりましたではせっかくですから最新のデータをお送りしましょうか恐れ入ります ではその新しいデータを反映させて資料を作成し直しておきます会議の場所については改めてご連絡いたします本当に申し訳ございませんでした男の人はどうして会議を延期しますかここでちょっと休みましょう では、また続けます。問題3。問題3では問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。 それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます。 1番ボランティアグループの会長が話しています私はこのボランティアグループの会長しています私たちのグループは10年くらい前に5人の学生がボランティアサークルとして活動したのが始まりです発足当時は近隣の小学校や病院に行って活動をしていたのですがその後地域の方と協力するようになり 実績を積んできました。市から依頼を受けるようになったのを機により規模の大きい活動をするようになり今に至っているというわけです会長の話のテーマは何ですか 1, ?1 グループの目的 2, 2グループの歴史3 グループのメンバー4グループの現在の活動内容 2>, 2番テレビで栄養学の専門家が話していますコーヒーは体に悪いというイメージを持つ人もいるようですが病気を予防する効果もあることが報告されています a、えー、ある調査では コーヒーを1日3倍以上飲む人は、糖尿病を発症する可能性が、ほとんど飲まない人より40%少ないという結果が出ています。癌や心臓病の予防にも効果があるという報告もあります。コーヒーを飲むと胃が荒れるというような話があるかもしれませんが、それは過剰な摂取によるものと思われます。まあ、コーヒーに限らず、 何でも過剰な摂取はよくありませんこの専門家は何の話をしていますかコーヒーを飲む人の割合 2, 2コーヒーの効果 3, 3コーヒーの成分4コーヒーの消費量 3番留守番電話のメッセージを聞いていますお世話になっております朝日商事の佐藤ですあの先日ご注文いただいた商品の件なんですがご依頼の100個は入手できませんでしたが80個はなんとか確保いたしましたでこの80個でよろしいかどうか教えください商品の価格はご希望の範囲に抑えられそうですし お届けの日も先日お伝えした通りで変更はありません後ほどこちらからお電話いたしますのでご指示お願いいたしますそれでは失礼いたします何についてのメッセージですか ?1 商品の数の確認 2, 2価格の交渉 3配達日の変更4注文方法の変更4番テレビで作家がインタビューに答えています先生は世界各地を回られて旅行の本をたくさん書かれていますが海外旅行を計画している人たちに一言お願いします そうですね。有名な遺跡などに行く人も多いと思うんですが、僕は誰も住んでいない遺跡を目の前にしても、自分の部屋でガイドブックを眺めているような感じを受けてしまうんです。普通の人が暮らす街に行った方が、異国へ来たことを肌で感じることができます。人々が住んでいるところを散策してみてはどうでしょうか。 生活から生まれる音やざわめき匂いそういうものほど五感を刺激するものはないと思うんですこれはその国の歴史を学ぶだけでは得られないものです作家が伝えたいことは何ですか 1, 1旅行の本を読んでおいた方がいい2 遺跡を訪れた方がいい。三、人々の生活に触れた方がいい。四、その国の歴史を学ぶべきだ。五番、社長が新入社員に話しています。新入社員の皆さん。 皆さんは昨今の競争社会を生き抜くためには誰にも負けない何かを一つ持っていることが大切だと思っているかもしれません。ですが、この不確かな時代、いつどんな経験がどんな場面で役立つかは誰にもわかりません。ですから、初めから一つのことに的を絞るのは視野が狭くなり得策とは言えないでしょう。自分には専門外だと思っても、 それに全力で取り組みその経験を重ねていくことは後々その人の宝になります何事にも挑戦する気持ちを忘れず自分に向いていないと思ったことにも前向きに取り組んでいくことが肝要だと考えます社長が伝えたいことは何ですか1 二、様々な経験を積んでほしい。三、<3 S 1> 自分の専門を活かしてほしい。四、<4 S 1> 競争心を持ってほしい。問題四、問題四では、 問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて、1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。 1>, 1番あの何か書くものを拝借してもよろしいですか ?1, 1じゃあ拝見しましょう 2, 2これでよろしければ3すぐお返しします2番 2> よし今度の試験合格してみせるぞ 1、やったね。おめでとう。2、じゃあ、受けてみるね。3、受かるといいね。3番、お忙しいところを恐れ入りますが、一度うちの事務所にお越し願いませんか ?1、随分お忙しいんですね。 来週なら伺えますがもうお越しいただきましたので4番山田貿易の業績最近ずいぶん伸びてるねちょっと短くした方がいいね今の景気では難しいんだね 三、うちも負けてられないね。五番、さっき返した会議の資料、もう一度見せてくれない気にかかることがあって。一、どこか間違ってたでしょうか。二、拝見してもよろしいですか三、気に入ってもらえましたか 6番今度の社員旅行行きたいのは山々なんですけど 1, 1え、行けないんですか 2, 2今度は山なんですか3それは楽しみですね7番悪いけど今日はゆっくりしてらんないんだ 1どうやって ?2 何かあんの ?3 余裕あるんだね8番面接の時この服じゃまずいかな ?1 そんなことないと思うけど 2, 2上手だとは思わないよ 3そういうわけじゃないんだね9番明日のプレゼンデータ整理に手間取っててグラフまで手が回らないよ1大変だね手伝おうか2もう少し近くに持っていこうか3結構すんなり終わったね 10番あのこれ気持ちばかりのものですが1お口に合うかどうかはかりませんが2ええお気持ちはよくわかります3かえってお気を使わせてしまいまして11番ねえ 今月の売り上げもトップなんだってもう叶わないな。1今度こそ頑張ります。2, 2いや、運が良かっただけです。3, 3ええ、叶うといいですね。12番せっかく来たのに休みだなんて。 1, 1来られなくて残念だったね 2, 2休みだと思ってたのに3仕方ないよまた来よう13番山田先生って経済学ではちょっと名の知れた先生らしいね1学生のことよく知ってるよね 二、本もたくさん書いてるもんね。三、<3 S 1> よくある名前だからね。十四番、出張の件だったら部長に聞くまでもないよ。一、<1 S 1> じゃあ聞かないとダメですね。二、<2 S 1> でも念のため聞いてみます。 さんやっぱり聞いた方がいいですか問題5問題5では長めの話を聞きますメモを取っても構いません1番2番問題用紙に何も印刷されていません まず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます「1番会社で男の人と女の人が」 リストを見ながら話しています今度の新製品のデザイナー誰にするなるべくコストを抑えたいから新人で将来性があってそれと今回の仕事は納期が厳しいから締め切りきちんと守れる人じゃないとダメだなはいこちらが新人デザイナーのリストですがまず一番の人ですが彼は仕事に慣れていますし将来性もあります。 それと締め切りの方はギリギリのこともありますがこれまでは必ず間に合わせてくれてますうん,うん。次の2番の人は斬新なデザインが好評ですただ納期の面ではちょっと捨て難い人材なんですがそうか同じく3番の人は作品はなかなかいいんですが締め切りの方は過ぎてしまうことがあるようですそれからこの4番の人は 納期はいつも問題ないんですがこの間デザイナー賞を取ったんでデザイン量がかなり上がっちゃってるんですよコストがかかりすぎますねうーんそうだねやっぱりコストと納期は譲れないよなじゃあこの人にお願いしようかはいでは早速連絡いたします新製品のデザインは誰に頼みますか 1、1番の人。2、2>, 2番の人。3、3番の人。4、4番の人。2番。2> スポーツショップで店員と大学生の姉と弟が話しています。いらっしゃいませ。 何かお探しでしょうか誕生日のプレゼントなんですけどね。母が最近テニスを始めて何か使えるものをあげたいんです。テニスウェアはこちらにございます。こちらの黒いウェアは新素材を使っておりまして大変人気がございます。デザインも若々しいですし他の色もございます。お母様にもきっと気に入っていただけると思いますが。いいじゃない、この黒の。 今年の流行は黒だし。でも、母さんピンクが好きでよく着てるじゃない。このピンクのがいいよ。たまには違う色もいいんじゃないえぇ、ー、そういえば、母さんテニス用の靴持ってなかったよな。では、こちらへ。こちらなんかはお手頃ですよ。ピンクのもございますよ。もちろん流行の黒も。先ほどのウェアと同じブランドの靴ですので。 お揃いでお求めいただけますと素敵かと思います。ふん。姉さん、これ結構するよ。ほんとだ。うーん。やっぱりさっきのにしよっか。そうだね。色は母さんの好きなのがいいんじゃないうん。着てもらえなかったら悲しいしね。 母親への贈り物は何になりましたか 1, ?1 黒い服 2, 2ピンクの服3黒い靴4ピンクの靴3番まず話を聞いてください それから二つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では始めます。3番。会社で上司が研修の説明をしています。えー 皆さんは入社して1年経ったわけですが、今後我が社の戦力としてますます活躍する人材になってもらうよう研修を行うことにしました研修は4つつ用意してていい。ます。必ず1つ受けてくださいまず研修1ですが基本的なビジネスマナーの再確認プレゼンテーションの方法ビジネス上の問題解決方法など総合的に研修します。 これは2日間ですが、これ以外の3つは1日のみです、えー。研修2ですが、グループワークを通して自分の行動の傾向を知り、コミュニケーションスキルを学ぶものです。次に研修3。研修3はビジネス敬語、電話応対のスキルをさらに向上させるものです。そして研修4ですが、これは プレゼンのスキル向上に特化した研修です。以上、4つの中から希望するものを1つ選んで受講してください。どれを受けるそうだなぁ。僕はチームで仕事をすることが多いから、どうすればコミュニケーションがうまくいくかを勉強するよ。そう。私はプレゼンが苦手なのよね。だから、この機会にちゃんと練習したいな。あと、 できればビジネスマナーももう一度復習したいししっかり二日間勉強しようあでも課長が今は仕事が忙しいからなるべく一日のみの研修を選んでほしいって言ってたじゃないあそうだったじゃあ決めた今回は苦手克服のために頑張ることにする質問 1, 1> 男の人は どの研修を選びましたか質問2女の人はどの研修を選びましたかこれで懲戒試験を終わります